ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木内田です。本日は木津川市梅見台にございますカーサセレスの2階をご紹介させていただきます。こちらはオートロック付きの 1LDK のお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちらは LDK のスペースとなっております。こちらは広さも十分ございますので、ソファーなど置いていただいてゆったりとくつろぐことができます。またこちらのお部屋は 1LDK のお部屋で、隣に洋室がございます。こちらの洋室は段差もこのようになしでそのまま行けますので、普段は本当に広々としているワンルームとして使っていただいても大丈夫ですし、お客様が来られた際などはこのようにですね、半透明の間仕切りがしっかりとついておりますので、こちらをですね、寝室などのプライベートなお部屋として使っていただくことができます。こちらの洋室の方には大きな収納がついておりまして、こちらですね、開けていただくと、ほぼ壁一面がクローゼットタイプの収納となっておりますので、フックをかけたり上に物を載せていただいたりしていただけます。またこちらの洋室の方にエアコンの方が1台ついておりまして、隣のですね、リビングの日当たりのいいところにですね、このように室内物干しついておりますので、花粉症の方やあまり外に物を干したくない方にぴったりなお部屋となっております。もちろんですね、ベランダもしっかりとございますので、このようにですね、広々としたベランダがついております。それではキッチンをご紹介させていただきます。その前にですね、こちらカウンターキッチンとなっておりまして、キッチンの裏側にはこのようにですね、高さが変えられる収納がついておりますので、本棚などで、ね、十分使っていただけます。またその横ですね、こちらのガスコンセントの方もございますので、お鍋をするときなどは非常に便利に使っていただけます。そしてこちらが、キッチンのスペースで、人気のカウンターキッチンとなっておりまして、非常にゆとりのサイズとなっておりますので、お料理なども十分していただけます。コンロは2口のガスコンロがついておりまして、魚焼きグリルの方もついております。収納はですね、下にこのようにたっぷりと、収納がございまして、本来ですね、この辺にある収納が、こちら側についておりますので、非常にですね、たくさん物を入れていただける形となっております。また給湯のボタンですね、こちらの方につけておりますので、温度変更などは簡単にこちらでしていただけます。またこちらのお部屋はオートロック付きとなっておりまして、こちらでですね、モニター付きのインターホンでオートロック解除していただくことができますので、セキュリティも安心の物件となっております。それではですね、水回りをご紹介させていただきます。まずですね、奥のお手洗いですね、こちら開けていただければウォシュレットタイプのお手洗いとなっております。そして、お風呂ですね、お風呂の方もですね、十分なサイズとなっておりまして、浴室乾燥機などもしっかりとついております。そして洗面台ですね、洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっておりまして、洗面台の前だけではなくて横の方にもこんな感じでたくさん物入れがついております。洗濯機はもちろん室内に置けます。最後は玄関のスペースですが、こちらですね、少し見にくいんですけど、こちらの方にですね、大きな収納の方もついております。また玄関自体も非常に広くなっておりますので、非常に使いやすいスペースとなっております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。